国民防衛軍事件は、朝鮮戦争中の1951年1月に、韓国の国民防衛軍司令部の幹部らが、国民防衛軍に供給された軍事物資や、兵糧米などを横領した事件。横領により9万名余りの韓国軍兵士が餓死し,したとされる。朝鮮戦争の前線の推移。1951年1月4日から1月8日に、 かけて前線が一気に南下した。事件の黒幕と見られたサルセイカタギ国防部、長官国民防衛軍は、国民防衛軍設置法に基づき、学生でない第二国民兵該当者の将兵によって、組職された韓国の軍事組織である。1950年12月時点の韓国軍は、北朝鮮軍の奇襲攻撃を受けてから、落東攻戦線で戦力を立て直すまでに、 兵力の45%を喪失する一方、同年3月の徴兵制廃止により通常の方法のみではまともな兵員召集ができない状況にあった。さらに、新川上陸作戦で有利になっていた戦局も中国義勇軍の参戦によって悪化し、長津湖の戦いを受けて国連軍は北朝鮮からの退却を開始していた。そのため、 韓国政府は悪化する戦況を打開するために、約50万人の将兵たちを51個の教育連隊に分散、収容して国民防衛軍を編成し、韓国軍の戦力を補強しようとした。しかし、早急に編成された軍隊であるため、将兵の動員、輸送、訓練、武装などのための予算不足や、指揮統制の未熟さ等の問題点を当初から抱えていた。 人事も混迷し、当初は軍隊経験が、海無ながら義勇軍を率いた経験がある金都館を、司令官に起用しようとするものの拒否された。結局サルセイ片木国防部長官の推挙で、司令官に、金淳魂、副司令官に、小松則をそれぞれ当てたが、この二人は、李承晩政権肝模入りの大艦聖年団で、活動していただけで、軍事関係は、全くの素人だった。 防衛軍発足直前の時点で、前線は北朝鮮地域の一部占領地域及び北緯38度線付近にまで後退していたが、1951年1月4日に北朝鮮、中国両軍の攻勢を受けた韓国軍は、前線の交代作戦を観行し、国民防衛軍は50万人余りの将兵を、後方の手具や負山へと集団移送することになった。しかし、 防衛軍司令部の幹部たちは国民防衛軍のために編成された軍事物資や兵糧の米などを不正に処分、着服した。その結果、国間の中を徒歩で交代する将兵に対する物資供給の不足が生じ、9万名余りの餓死者、投資者と無数の病人を出す死の行進となった。この事件は国会で暴露され、真相調査団が設置された。 調査の結果、人員数の水増し報告により、国庫金23億ウォン、家庭国5万2000国が着服、横領され、食料品費の計上額と実際の執行額、調達額の差が約20億ウォンに上ることが明らかとなった。また、着服金の一部が、李承晩大統領の政治資金として使われたことも、明かされ、 ディシエー副大統領と事件の黒幕と見られたサルセイ、片木国防部長官が辞任した。重殺刑に処される国民防衛軍幹部翌1951年4月30日、国会は防衛軍の解散を決議し、5月12日に解体された。同年7月19日に中央高等軍法会議が開かれ、司令官の金順魂、副司令官のインマスノリなど5人に、 死刑判決、8月12日に、テグ郊外の葉山で、銃殺刑が執行された。この事件によって、韓国陸軍本部では、李正番への反感が高まった。abcd56、n e w s g ズ h t t p n e w s n a v r c o m m a i n l e a d n h n m o d l s d MID イコールセック&、シド1イコール 100&、イドイコール 003&、江イドイコール006230162010年2月9日、閲覧。ここで言う、第二国民兵とは、韓国軍軍人、警察官、公務員に該当しない、万年齢17歳、以上40歳未満の層、青年男子を指す。そのため、現行の韓国兵役法にある、 第二国民兵とは定義が異なっている。韓国政府は1949年8月制定の兵役法で当初は徴兵制を採用していた。しかし、北新統一を唱える李正案の動きを危惧したアメリカが国境警備と国内の治安維持に最低限必要な兵力10万人分しか軍事援助を行わず、当時の韓国政府はアメリカの援助なしに 韓国軍を維持できなかったため、1950年3月の法改正で、母兵方法を志願性に変更することで兵力の上限維持に努めていた。反抗級 2003P272 今日の歴史。連合ニュース。2011年8月8日閲覧。僕聖奇政居30周年記念連載。くわ立てられたクーデター。統一日報。 http://news.onekoreanews.net/.detail.php, number <ッ>ュュイコール 48841&thread イコール152010年4月24日、閲覧。ありがとうございます。